はい、人の人生ってのは分からないもんですね。今回ね、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんがご自身の20代前半から半ばですかね、5年間ホームレスをしながら借金の返済に当たっていたというね、そういう壮絶な人生を少し語ってくれました。私もですね、30代の半ば、その頃広島市中区本通りにお店を持っていながらもうホームレスを2年間やってたんですよ。お金がなくてですね、もうどうしようもなかったですね。で、作ったお金は全て返済に当たり、で、店の運営はしなくちゃいけないと。ちょっとまとまったお金ができたら社員の給料、もう本当にね、毎日返済のことを考えていた。毎日お金をどう借りてこようかなと。いざとなったら商店街のお金をね、かっさらってでもなんとか生きていかなくちゃいけないなぐらいのことを考えていたわけなんですけども、今はね、おかげさまでこうやって隠居暮らしっていうか、毎日毎日自分の好きなことだけやって暮らせるようになりました。もう4年もこんな暮らししてます。本当にですね、私のこの動画の放送をずっと見ていただいてる方、もうむちゃ暇やんって思うんですよ。むちゃ暇なんですよ。そうなんですよ。人生って本当に分かんないもんで、お金を返すのにいくらお金を本当工面してもね、全然足りなかった30代の半ば、今あれから10年経ちますけども、47になって私は、本当だったらね、あっちこっち働きに行って油の乗った働き盛りの年齢ですよ。でも働くってことをちょっとしばらくしてないような気がします。まあこの動画がね、私の仕事だって言えば仕事なのかもしれませんけども、ただこれ収入のためにやってるわけでも何でもないですからね。不思議だなと思います。人生は、私は多分誰よりも、30代20代この辺りでつまずいた人間だと思います。なんせ会社をやっていながら40歳まで1回も黒字になったことがないんですからね。いや、1回も黒字になったことがないと、40歳までどんな人生だと思いますよね。で、今40を過ぎて43あたりから一気にね、収入が加速して、借金の返済も終わり、一戸建ても一発で買い、まあ念願だったね、ナイトライダーも結構高かったんですけども、あれも買うことができて、しかも毎日暇と。まあでもこんな時はね、長くは続かないと思います。いい時も長く続かないっていうのは私覚悟してます。悪い時もだから長く続かないっていうふうに希望を持っています。皆さんはどういうふうに考えてますかね。それでは動画説明欄から私の人生よりもね、ミスター M さんの壮絶な人生の一コマをご覧ください。本当にね、ミスター M さん、今回の語りはちょっと胸に染みますね。私も平和公園でホームレスしてましたんで、多分日本一有名な公園でホームレスをした人間が YouTube をやってるっていうのは珍しいんじゃないかなと思います。それではまた動画をお待ちしております。